こんにちは、私は KNTCT ホールディングスで社会貢献活動及び広報を担当しております渡辺貴光と申します。本日は弊社の活動についてご紹介させていただくお時間をいただきありがとうございます。また昨年度も東京都スポーツ推進企業として認定いただいたことを心より感謝いたします。弊社が本日皆様に共有させていただく内容は2014年から継続しているサッカークリニックについてです。お聞き苦しい点もあるかと思いますが、最後までお付き合いください。では本題に入る前に、弊社がどのような会社なのかについて簡単にご説明させていただきます。弊社 KNTCT ホールディングス株式会社は、修学旅行や企業、自治体などを顧客とする団体旅行及び店舗やウェブを通じて個人旅行を取り扱う近畿日本ツーリストと、会員情報誌やインターネットで申し込みを受け付けるダイレクトマーケティングを主力とし、主にシニア向けの国内外ツアーを企画実施しているクラブツーリズムの2ブランドを持つ旅行会社になります。本日参加されている皆様の中には、一度はブランド名を聞いたことがあったり、ご利用いただいたことがあるかもしれません。まず弊社の社会貢献活動についてですが、弊社の企業理念に、私たちは社会の一員であることを認識し、事業活動を通じて国際交流、環境保全、社会貢献に努めますという言葉があり、それを念頭に社会貢献活動を行っています。ご覧いただいている写真は、2014年にビーチでゴミ拾いをしてシーグラスを使ったアクセサリーを作っている様子と、カレンダーの寄付や清掃活動の様子になります。それではここからサッカークリニックを始めた経緯についてお話しします。2014年当時、環境保全活動などの社会貢献を行っていましたが、子どもや障害のある方を対象としたボランティアは行っておらず、どういった活動をするかを検討していました。千代田区に本社を置いていた当時、弊社は千代田企業ボランティア連絡会という共同して地域貢献活動に取り組む団体に所属し、2ヶ月に1回一度の定例会に参加することで、NPO 団体や各企業様からの取り組み事例などの情報収集の場として活用していました。そこで公益財団法人東京 YWCA 様の活動を共有いただくことがあり、サッカークリニックの活動を知りました。サッカークリニックは東京 YWCA 様の主催によるもので、発達に障害や課題を持つ小学生から中学生を対象に、サッカーを通じて人とのコミュニケーション能力を育てていくことを目的とした活動です。サッカークリニックという活動について、私自身もともとサッカーを過去にやっていたこともあり、子どもも好きなので興味を持ち、東京 YWCA 様にボランティアとして参加させていただけないかお問い合わせしたところ、快く受け入れていただきました。社内でサッカークリニックへの社員ボランティア参加について提案したところ、この活動を通じて会社にどう貢献できるのかなど課題もあり、なかなか理解を得ることができませんでした。しかし子どもや障害のある方を対象としたボランティアを行っていただなかったことや、この活動を積極的に社外に PR することを説明し、ようやく理解を得ることができました。さらに社内でボランティアをどのように募集するか、社員が怪我したときに子どもを怪我させたときなどどう対応するかなど検討を重ねていましたが、最後には子どもたちが自分の気持ちを十分に出して仲間と楽しく過ごせるよう、しっかりと子どもの気持ちや行動を受け止め、
寄り添い、環境を整え、子どもの活動を支えていくという東京 YWCA 様の指針と弊社の理念が合致し、サッカークリニック実施に至りました。サッカークリニックは4月と8月を除いた毎月第3日曜日の9時から13時まで東京都の調布市で活動しています。2名のキッズサッカースクールのコーチがメニューを考え指導にあたり、私たち社員ボランティアは練習のお手伝いとして子どもたちのシュートやパス、ドリブルの練習相手になっています。ボランティアに参加した当初は子どもたちの接し方が分からず、社員一同四苦八苦したり、なかなかサッカーに興味を持てない子どもにどうやったら興味を持ってもらえるかなど、サッカークリニック終了後社員同士で話し合う時間を設けて試行錯誤しながら子どもたちと向き合ってきました。2020年5月以降、コロナ禍でのサッカークリニック実施時には必ずボランティアは朝に熱を測り、始まる前はアルコール消毒を行っています。また活動時はマスクを着用し、子どもたちのパスやシュートの練習のサポートをしていますが、子どもたちとはなるべく1メートル以上の距離を保ち、ハイタッチやハグ、不必要な会話等を避けるよう注意を払って活動しています。こちらのサッカークリニックボランティア活動の実績ですが、8年間で58回、延べ198名の社員にボランティアとして参加してもらっています。ボランティアの年代は20代から50代と幅広く、男女比率でいうと2対1になります。子どもたちに喜んでもらいたいというボランティアの思いから、クリスマスの時期にはボランティアがサンタクロースやトナカイなどに扮して活動をしています。昨年よりコロナのため活動を縮小していましたが、ようやく来月より再開できる見込みです。8年間サッカークリニックにボランティアとして参加していると、子どもたちや保護者の皆様からお手紙等をいただくことがあります。今映っているのは子どもたちからもらったメッセージになります。サッカー大好き、試合が好きです、もっと上手になりたいですなど嬉しい言葉をもらいました。メッセージ等をもらうとこちらも嬉しく、サッカークリニックをやっていてよかったなと感じます。また保護者の皆様からは、公共交通機関が苦手でしたが電車の音、人混み等々苦手なものを乗り越えながら通うことができました。パニックを起こしていた日々が今は嘘のようですというお手紙や、学校ではなかなか体を動かせないんですが毎回サッカークリニックでとても楽しそうに体を動かしている様子を見て嬉しくなります等々の言葉をいただきました。このようなメッセージをボランティアメンバーや社内で共有し、こんな温かいメッセージをいただいている間はやめることができないと感じ、続けているうちに8年間あっという間に過ぎたように感じます。これらのメッセージを見ると、受け入れてくださった東京 YWCA 様、サッカークリニックのコーチ、および元気いっぱいで参加してくれる子どもたち、保護者の皆様への感謝の気持ちでいっぱいになります。次にサッカークリニックに参加している社員ボランティアの声をご紹介します。サッカーが未経験で戸惑うこともありましたが、2度目以降は自分から積極的に子どもたちに声をかけることで自然と受け入れてもらえ、子どもたちと楽しく体を動かしてますという声や、1ヶ月に1度体を動かせる唯一の機会でもあり、子どもたちや保護者たちの笑顔を見ると参加してよかったなと思いますという声もあります。今映っているのは卒業アルバムとメッセージカードになります。
サッカークリニックでは参加していた子がさまざまな事情で卒業することがあり、その際にボランティアで卒業アルバムを作成して渡すことがあります。メンバーそれぞれがサッカークリニックを卒業しても他の場所で思い出して頑張ってほしいという卒業していく子どもへの思いを込めてメッセージカードを書いています。今年の2月に活動が認められ、社会福祉法人東京都社会福祉協議会様より感謝状をいただきました。8年間続けてきて感謝状をいただいたのは初めてだったので、活動が認められたことにとても喜びを感じ、今後も継続していきたいという気持ちをより強くしています。また、弊社ではグループ内における環境、社会、ガバナンスなどの課題に対応するため、本年9月に SDGs 委員会を設置し、グループ全体で SDGs の17の目標に貢献できるよう取り組んでいます。取り組みの重要施策として、ウェルビーイング、幸福で健康的な生活に旅で貢献、およびスポーツ事業への注力、人権と個人の尊厳の尊重などを掲げており、サッカークリニックをはじめ、ウォーキングウィークと清掃活動を組み合わせたゴミゼロウォーキング大作戦等の活動も行っています。最後になりますが、サッカークリニックのボランティアを始めて8年になります。はじめはボールを蹴ることも難しかった子が、数年するとボールを蹴ることができたり、他人との関わり方を自発的に身につけているのを目にしたときに、短期間では得られない成長を喜びとして実感することができました。また、私たちボランティア自身がこの活動を通じて、子どもたちと触れ合うことで刺激を受け元気をもらっています。私たちはこれからも社員一同、できることからを合言葉に、サッカークリニックだけではなく、さまざまな活動に取り組み続け、人々の幸福で健康的な生活に貢献していきたいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。